まあ、ちょっと大げさかもしれないけど、あのトラック1台でぐらい来ちゃうんじゃない、なんか助けてあげたいなっていうような、こうちょっと手差し伸べたいなっていうところをすごくちょっと出すんだよね。え、ヒサリンは、ヒサリンは、いや俺なんて、皆さんこんにちは、高橋久典のひさちゃんです。今日もおっきいです。よっきい、よろしくお願いします。いつもの入りよ、オッケー。今日はですね、うん、前回に引き続いて、うん、〇〇シリーズ、〇〇な人、〇〇な人いく、うん、これはね、ひさりん得意かもしれないです、今回は。何なんと、モテてた選手、モテてた選手、表になってた選手、表になってた選手ね。そう、なかなか自分の口からは言えないかもしれないですけど、そうだね、お願いします。あのね、言いたいよ、言いたいけど、うん、俺に言いたいけど、全然俺も次元が違う人がいっぱいいるからさ、まずね、まあね、近い年齢でやっぱり言うことになっちゃうから、やっぱりこれはもうね、高橋前由伸監督ですよ。まあ由伸はモテたね。キャンプってやっぱり2月ってキャンプってさ、やっぱ何があるよ、もう女性がねこう送っていただける、そうだね、チョコ、これ、ね、あ、こっちかな、俺こっちかな、今こっちだ、そうです、こっちだ、そう確かに、そう、チョコレート、バレンタインデーですね。そう、バレンタインデー言ったら多分それこそね、まあ、ちょっと大げさかもしれないけど、あのトラック1台でぐらい来ちゃうんじゃない。え、うん、トラック1台、うん、多分ね、それぐらい、あの大げさじゃないよ、そう、多分それぐらいもらってんじゃない、来てた。え、それキャンプ地に届いてたんですか。そう、ダンボール1箱の人もいればね、それこそこんだけ5、6個の人もいるだろうし、まあそれこそね、うん、トラック1台っていうのもいるかもしれないから、トラック1台ちょっと大げさかな。まあでもね、え、ヒサリンは、ヒサリンは、いや俺なんて2個、いや絶対嘘だいや本当はいくつだったんですか、何個分来たんですか、トラックが。いや、そうトラックは来ないけど、でもやっぱり、あのそんな、あの大したことないよ、俺なんかもう本当に。本当ですか、うん、いや、あのね、今日ちょうどね、うん、ヘアメイクさんと、うん、いや、ヒサリンはもう学生時代から絶対モテてたよねっていう話をしてたんですよ。なんでモテない、モテない、本当モテない、マジで、ほんとね。いや、髪型がちょっと違うのも気づくし服装も毎回褒めてくれるし、これはもうモテるしかないと思ってる。いやあのね、あの年の子よ、年の子本当にまだ若いじゃんそう、なんか好きなっていうのもある、そういうの、何、女性がどんな変化したっていうのが好きだっていうのもあるかな。そういう人はモテるんですよ、うん、間違いなく。いや、本当モテない、あのもう俺ギリチョコばっか、今年のね、あのバレンタインだって娘と、あの、うん、嫁にもらった、そのこっちのシーズキャンディーの箱2つコンポンともらっただけよ。嬉しそうに写真撮ってましたもんね。あのね、久しぶりに、何、嬉しい、マジで嬉しい。そんなになんか嬉しいもんじゃないのかなと思ったけど、やっぱあのね、嬉しいよね、家族からもらうっていうのはね、うん、なんか息子は食べないから、チョコレート嫌いだから、うん、甘いもあんま好きだよね、で俺甘いも結構好きだから、あの俺と嫁と娘3人でそのチョコを食い上げるっていうね。ああ、もらったものを3人で分けるんですね。そう、3人で分けたっていうはい、これとこれはパパが食べるから、これとこれは誰が食べるとかっていう話をして。でもそれこそ現役時代は、じゃあそのもらったチョコレートを家族で皆さんで食べたりとかしてたんですか、うん、あ、それはなかったかな。あー、ちゃんと自分で。そうだね、まあ自分でちゃんとね、うん、その何、手紙とか入ってるものは抜いて、でね、それこそうん、ちゃんとしてましたよ、ちゃんとしてましたよって、ちゃんとしてましたか、ちゃんと愛を受け取ってましたか。そうだね、本当にありがとうございますっていう気持ちで。え、でもバレンタインデー以外のこの普段の生活から、こういう由伸さんがこうモテてるなって感じたことってありますか。いや、もうね、まず外出たら、まあ外出たって球場から例えばポッと外出るじゃないね、帰るとか、そういう時にやっぱりもう黄色い声しか聞こえてこないもんね。へぇ、由伸っていう、こう低い声はしないもうどこ行っても、どこ行ってもやっぱりね、あの子供だったり女性ファンの方が多かったのかな。だからやっぱね、同じ名前で、しかも誕生日1日違いで、なんかこう共通するとこはいっぱいあるんだけど、そうですよね、うん、やっぱね、ちょっと1日こう誕生日が違うだけでこうも違うかっていうことをね、よく言われました。いや大丈夫、あの私はヒサリン派だよっていう人は
コメントお待ちしております。そうだね、たくさん、ぜひたくさんいると思いますから、うん、嬉しいねそれね。そうですよ、そんなこと言われる。でも絶対絶対モテてるからね。いやいや、モテるモテる本当に。他に誰かいらっしゃいました？あとね、俺らのやっぱ世代ではやっぱ二岡かな。今現ね、二軍三軍監督の二岡監督。まあこれもね、二岡もやっぱモテたね。こうちょっと俺が感じたのは、あのちょっとこう母性本能をくすぐらせるような一面もすごくあるのね。なんかちょっとこう、なんだろうな、吉野がちょっとこうキリッと、吉野がこうなんかツッっていう感じで、俺は弱いとこ見せませんみたいな感じで言うんだけど、二岡の場合、二岡監督の場合はなんかちょっとこう、あ、なんか助けてあげたいなっていうような、こうちょっと手差し伸べたいなっていうところをすごく、あのちょっと出すんだよね。あの実はこれ初めて言うんですけど、二岡、うんうん、派でした。あ、でしょ、やっぱりそう、ね、そうなんですよ。だからね、あの満塁ホームランも覚えてますし、うん、なんであの二岡派だったの？ちょっとそれを聞きたい。なんで、うん、あのなんかちょっと確かに母性本能なのかな、うん、ちょっと可愛い感じも頼りない感じもしつつ、うん、でも打ってるんだけど、うん、周りにスター選手が多いから、なんかニュースになるのがちょっと少なめだったんですよ。あ、周りの方がまあ、すごいというか、うん、もうね、にスター選手だったから、うん、そこでなんかちょっと気になっちゃって。ああ、そうね。え、そう、今日打ってたけど今日あんまりニュースになってないなみたいな。そう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 、わかるわかる、うん、ちょっとなんかあのダメな一面っていうわけじゃないんだけど、本当なんかこう助けてあげたいなっていうところがすごくねあるような感じだったね。あります。でも、うん、だからこそ結構その高校生の時にこう応援してたからこそ、うん、こうやって野球の仕事をするようになって、うん、いろんな選手に取材できるじゃないですか、うんうんうん、誰にでも挨拶できるじゃないですか、うん、こう言ってしまえば、うん、けど私二岡さんには一回もあのなんだろう、挨拶したことも、うん、近づいたこともないです。ないあの ちょっと何テレビのちょっと意識しちゃってんじゃん、あのテレビの中の人でいてほしいから。そういうことね、そういうことね。そうそう、なんかリアルでは知り合いたくなくて、あの憧れのまま、イメージのままでいてほしいから、そういうことか、崩したくなくてね。あ、そう、もうじゃあ沖は完全に、二岡推しだったわけね、当時ね、うん、当時ね。いや、久野利推しだよ、久野利推しなんだけど。今一緒にやってて久野利推しじゃなかったら俺怒るわ。いや、でも完全に久林推しなんですけど、いや、そう、高校生の当時、そういうことね、高校生とか、うんうん、でもやっぱあの本当ね、モテた、あの二人はね、やっぱちょっと野手でもあのちょっとズバ抜けてたかな。サリーのモテエピソードが聞きたいんだけどな。俺のモテエピソードは本当ない、マジで残念なことにね、申し訳ないけど。だって電話番号とか書いた手紙とかもらわないですか？いや、あのね、いや、あのプロでは、いや、あの、うん、ちょっとなんかあれだけどね。これはあったな、 あ、ね、ありましたね。いや、一番モテたのはやっぱ高校時代よ、これ。俺の言う、申し訳ないけど、ほら、やっぱり学生時代からモテてるタイプだ。じゃなくて高校の時に、高校時代、あの甲子園行ったから、それでモテたっていうだけよ。まあ、甲子園行くまでなんか俺別にね、そんな何目立った選手でもなかったし、甲子園帰ってきた時、まあフィーバーだったよ、ほんとフィーバー。何、それこそ、ね、帰って、まあ一番初め、夏休み明けて、一番初めの授業、学校の時に、たまたまあの、何つうの、購買っていうのあれ。そう、購買のところも、あの、要は一緒のところを使うのよ。女子生徒。で、バーって俺ら、いつもと同じように何気なくね、こう、購買に行って、腹減ったと思って、ご飯、あの、パン買おうと思って、パン買って、で、友達と喋りながらこうやって行ってたの。したら、パッて見たら、なんか、周りにこう、ね、女の女子生徒が、こう、わーっていて、で、どうしたのっていう、あの、何、友達と話してたら、うん、どうしたのだって、キャーボーンって。すごい、うわ、マジでと思って、何この変わりようみたいな、そんな感じの、っていうふうに、っていうのはあった。アイドルです。何に告白されたんですか？いやいやいや、もうそれはあの高校時代はもう帰ってきて、それこそ野球終わって、あのひどかったよ、ひどかったよって言われて、ひどかった、うん、数えきれないぐらいですか、まあ、っていうのはあの当時
そう、携帯とかもないから電話帳だったんだよね。親の名前とかも載ってるわけだよ。で、いろんなところで親の名前でこう調べられて、自宅の電話も書いてあるのね。自宅によく電話かかってきた。すごいかかってきたよ。逆に怖いぐらい電話かかってきた。お話したりしました？そう付き合ったんですか？いや、その何、電話かかってきた人とは付き合ってないけど、でもあのね、まあその高校時代にお付き合いしてもら、付き合いさせてもらった人は違う学校の子だったかな。へえ、もっと聞きたい、こういう話もっと聞きたい。そう、だから一番やっぱね、モテたのは高校野球終わってからが一番モテたんじゃないかなと思うけどね。修徳高校って27年ぶりに出たのよ。ああ、そうなんですね。で、甲子園で初めての1勝したのね。うん。そう、だからその辺の地域の人たちはもう誰もが知ってる、あの当時人になっちゃったわけよ、要は。だからその時のエースピッチャーの高橋久典かみたいな、高橋くんねみたいな。ああ、うん、もうだって地元のスターだ。地元行ったら地元行ったで、ご飯食べるのも全部タダで、こう家族でご飯食べ行くでしょ。あれ高橋くんじゃないって言って、今日はいいからいいからって全部タダでとかになっちゃうんだから。へえ、東京でもなんですね。なんか田舎の方はなんかそうなりがちですけど、まあ東京でも俺田舎だから、うちなんかはさ下町のね、吉見で多分そうしてくれたんだと思うけど。そうだ、うちの親父たちは多分その後に行ってもっと多分それ以上のお金を使ってたんじゃないかなっていうふうに思うけどね。へえ、もうそんなスターと私今一緒にね共演できてるなんて。スターでもねえからもうね、幸せだな。もうパパのね、おっちゃんですよ本当に。もうありがとうございます、すいません本当に。いや、こちらこそ本当にありがとうございます。ということで、モテた人、モテエピソードですね、本日は。はい、あのちょっとだけお話しさせていただきました。はい、本日も楽しいお話をできたんですけど、まあね、ぜひチャンネル登録と、このね、俺のモテた話をちょっとでもいいなと思った人はいいねとコメントもね、ぜひいただけたらなと思います。ニヤついちゃう。本当、これでもしあの何、再生回数が伸びたら俺ちょっとね、うん、どうしよう本当に。やばい、何お前言ってんだよって言われちゃう。そうですよね。そんな感じで見てもらいましょう、伸びましょう、はい、伸ばしてください、ね、お願いします、はい、はい、本日もありがとうございました。オッキー、またね、バイ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 、はい。